はい、えー、今回はサッカー国際親善試合日本代表対コスタリカ代表このね試合の解説などをしていきたいと思います、えー、得点はね3対1ということで、えー、内容もですね日本の方が推しているそういうねまあ戦いだったんですけども、えー、結構ですねコスタリカはあのー、ラインをね高く保って そして日本のサイド攻撃を潰すようなそういうね、うん、守備をしてきましたね、かなり手こずったんじゃないかと思いますけども、はい、それをね日本代表はどのようにクリアしていったのか、えー、見ていいきたいと思います、はい、でまずね、ねこちらの図を見てほしいんですけれどもこの図はですねあの日本代表のパスの軌道をね書いてますで。オフサイドになったもの オフサイドになったパスを抜き出してみたものです。こちらからこちらが前半ですね。こちらからこちらが後半ですけども、だいたいこのような場所から出したパスがオフサイドになってますね。オフサイドがダメとかね、そういうことじゃなくて、どういうパスの傾向があったのかと、どういう攻撃の傾向があったのかということです。 中央が多いですね、はい、中から中へそして、えー、比較的ロングのミドルロングの縦パス、えー、これがですねオフサイドに取られている傾向があるということです、えー、もちろんねこのオフサイドに取られたパスの裏にはですね成功したパスあるいはオフサイドに取られなかったけど失敗したパスなどねたくさんのパスが隠れてるんですが まあね、大体の、えーまあ、攻撃の傾向が分かると思います。日本代表はですねサイドから起点を作って深く押し込みそこからクロスなので、えーまあ、オフサイドがあんまり絡まない試合が多いんですが、えー、コスタリカ戦はですねとてもディフェンスの裏をつく、ね、縦パスが多かったと思います。まあ、それはなぜなぜのかと ということをねピッチ上の図解で、えー、解説をしたいと思いますはいえー、これはですね赤色があコスタリカ代表の選手青色が日本代表の選手だと考えてください日本代表はこちらから星野の方に攻めようとしますけれども、えー、コスタリカ代表のねあのー、フォーメーションがですね えー、5バックその前に2枚それからその前に2枚1枚と5221のようなねそういう形なんですけども、えー、じっくりと日本代表が攻める時ですね、えー、これどうなっていたのかっていうとねこうなってました、えー、このサイドの選手が下がってきてタッチライン付近のねサイドの選手が下がってきてこのように。 えー、5、4、1トップと1と5、4、1のような、えー、このようなね、えー、フォーメーションに直してですねコサリカ代表は守,守ってくるということです。えー、これがね一本がゆっくりと攻めるときビルドアップして、えー、攻め上がるときにこのようにう待ち受けるということでした。でねこの5バックにかなりね手こずりましたよね。うーん このファイブバックはねただ引いてるだけじゃなくて、えー、ラインをね押し上げてそして、えー、サイドも、まあ、頭脳的に守ってくるということでねこれはね、えー、素晴らしい守備だと私は思いましたけどもねえー、まあ日本代表からすればねあのちょっと厳しいなって感じですねでこのねどこがね、あのー、厳しかったのかというと えー、日本代表、通常はこのサイドの選手にですね、まあ、サイドに3人ぐらいいるんだけども、えー、ボールを入れて縦、えー、を狙うというねこのように、えー、展開をするんですけどもあのー、そうですねこの選手ねこの選手がここまで来て全体的にボールサイドに寄るんですね。 えー、ちょっとね、あのー、分かりやすくデフォルメしますけどもこのような形ですねはいこのような形にしてですね、えー、サイドの3人をこうしましょうかはい、えー、日本代表はねサイドの3人の誰かにねボールを入れてそこからね縦を狙いたいんですが比較的高いですかねもうちょっともうちょっとラインは高いですねはい えー、この4人ですね、はい、541のねこのサイドの4人、はいえー、この4人がですねちょうどこの四角形を作るようなボックスを作るような形にしてですねサイドに人数をかけてくるんですねそれ全体的にボールサイドにかなり寄っているとでラインは高めということでしたでねここにねボール入れてもいいんだけどもパスしてもね パスの周りもそんなに良くないですし、それからこの選手、この選手が縦に抜けるとき一1人ついていけばいいんですね、このように。うん、で、縦についていけば、ですねここが通常開くんですけど、ここにスパッと入れられるんだけども、もう1人余ってるんで、このように、えー、サイドに抜けた選手を2人で、ね、カバーすれば、えー、まず縦パスは入らないということです。えー ということでね、このサイドの一番奥の選手、奥の選手を2人で見るような形になると、ですね、これはもう先がもうね、えー、詰まってるので、えー、あんまりサイドで、えー、ボールを回しても、えー、その先がないということです、うんえー。これは逆サイドでも同じことね。はい。 えー、ということでコスタリカはこのね意識的にサイドに4人、えー、この選手たちを置くことで日本のね3人のサイド攻撃を潰してきてるということでした、えー、まあですねもともとねこれサイドバックファイブバックなんでそこにね、えー、2人サイドに寄ってくるだけで、えー、この。 数的が作れますし、うんえまあ、簡単にねあのサイドを封じることができたということなんですね。はい、で、えー、日本代表はこのね、まあ、この二人はどちらかが深めに取れば深い、えー、ラインを作ることができますんでいつでもねえ来そうだなと思えば一人このように、えー、深く守ってしまえば縦、まあ、をね、えー、切ることができると。 ということですね深い意識の縦の意識の、えー、サイドの守備にですね、えー、まあ手こずったとでこういう時は日本代表は無理に、えー、サイドを狙わないんですね、うんえー、どうするかというと無理にサイドを狙わないで、えー、中央あるいは逆サイドへ えー、センターバックあるいはボランチを経由して、えー、パスを展開するということです。このねボールサイドがあ、まあ、人がいすぎて混んでるんで逆サイドあるいは中央を使っていくとこういうことを、ね、日本代表通常はやります。えー、日本代表がねこの縦,縦のサイドサイドの縦へボールを入れられないと。 そして、入れてもですね、もし入れても数的不利なんで、このね、えー、最後のクロスまでは難しいということだったんですが、そういう時はね、日本代表は、これまでの例で言うと、中央、あるいは逆サイドの選手を使っていくということでした。で、えーまあ、中央とね、逆サイドの選手にボールを入れるとですね、 えー、まあコスタリカサイドに4人がね使っちゃってますんで結構少ないですよねもうこの中央と逆サイド逆サイド特にそうですけども、えー、スカスカになってる可能性が高いということね、えー、なんで崩れやすいんですけどそ,それでもなかなかね前半のうちは崩しきれない、えー、というねことがありましたうん。 で、なぜ、ねえー、崩しきれなかったのかというとですね、えー、だいぶね、日本代表のやり方を研究してきていると思うんだけども、えー、どのようにねあの、コスタリカ代表は守ってくるかということですけどもちょっと分かりづらいのでこの3人はどいてもらいましょう。 日本代表が中央逆サイドをね使う時どのような動きをしたかコスタリカ代表のディフェンスラインがどう動いたかですが、えー、まあここがねちょっと難しいんでセンターばっかりをボランチに戻して中央逆サイドをね使うためにこのようにパスを入れるというシチュエーションですけども、えー、こうなった時にですね どのようにコスタリカが持ってきたかというとですね一人ねファイバックのディフェンスラインから、まあ、誰でもいいんだけども出てくるんです前にこうやって。ね、で、えー、空いたスペースはどうなるかというとサイドにいた人が帰ってきてこのように。はい、こういうね、えー、うまいやり方をしてくるんですね。 うん、あのー、もう一回言いましょうか、えー、もしねもしですけどもこれパスが通って前向きになって、えー、誰もねここに行かないとなると、えー、まあ,あ好きなことやられてしまいますね、うん、要するに何でもできるシュートまであるね、えー、中央の位置ですからですからですねこれ入ってきそうだなと思ったら 誰かが飛び出してここにねしっかりつくとで空いたスペースはサイドにいた人が、まあ、こちらの方でもいいですけどもちゃんと帰ってきて埋めるとはい、えー、まあフォーバックになってしまいますけどもこの最終ラインの最終ディフェンスラインの前も1人出てますんで、えー、ここからね新たに展開するってことは難しいということでした はい、これはねどこがすごいのかというとこの2人がちゃんと帰ってきてるわけね2人とも、うん、揃ってね、えー、ですからこれはねこのディフェンスラインもですね自分が最終ラインだとわ分かってますけどもあえて出てくとそれはなぜかというとサイドの選手が帰ってきてくれるから、ね、帰ってきてくれるという信用がある信頼があるんで え前に出ていけるんです、ねはいえー、まあこれはねすごいなと思って私は見てましたけども、えー、まあ要するにディフェンスラインの前の地域このバイタルエリアですねバイタルエリアを埋めるためにディフェンスラインから1人出てきてその空いた穴をねサイドの選手が戻ってくるというねことをやってるんですね。うん、えー いや素晴らしい、ね、コスタリカの、えー、ディフェンスを見ましたけどもでこうなると、ね、どうしても日本代表はサイドがダメ、中央逆サイドもカバーされてしまうということで、えー、攻撃が、ね、ストップしてしまうんですがこれを、ね、どのように日本代表はあ崩したのかですよね問題はで。ちょっと、ね、考えるとどういうことかというと あのまあサイドも中央も逆サイドもある程度守られてしまっているという状況なんですが、えー、この時に日本代どのように攻撃をするのかですね、えーまあ、ちょっと考えると分かるのはやはりサイドねやはりサイドを使って中へのフェイントなんかを使いながらサイドを崩して縦、えー、を突破する。 あるいは長友選手のようなね、えー、個人の能力を使って縦をサイドを突破するということがまずね考えられますね、うんまあ、ちょっとこれ力技みたいな感じがありますけどもはいそれからあこの中央ね中央のここにですね、えー、要するにサイドに行くぞ行くぞとこうね、えー ボールを入れようとした時にですねこの選手、えーまあ、フォワードワントップの選手だと思いますけども、ここに長いロングパスを入れると。ね、で、ここからポストプレーをして、そこから攻め上がるということでね、うんえー、長いロングパスを縦に入れることが考えられますね。はいえー、あるいはですね、 ここからセンターバッかあるいはボランチからですね、えー、ここにスルーパスをね出すということも、えー、考えられます、はいえー。要するにですね中央から、えー、日本の一番前の選手トップの選手に向かってポストプレーあるいは裏を狙うそういうね ロングあれミドルの縦パスが増えるということなんですね。あの先ほどの、ね、例を見るとよくわかると思いますけどもこれですね、はいえー。中央から中央への縦パス、そしてミドルロングのパスが比較的増えてると。しかもオフサイドになるような裏を狙う、えー、そういうパスも増えてるということですね。はいえーまあ、このね。えー データによって、まあ、日本代表の攻撃の傾向がね裏付けられたと思いますけどもはい日本代表の中央から中央の縦パスのね、えー、やり方ですけどももうちょっとね詳しく見ていきましょう、えー、本来はこうですよね541なんでこうだこうかなうんこんな感じかな はいえー、でです、ね、まあこのサイドの3人に入れたいんだけども、えー、4人があ守っていてなかなかね難しいということでねあの残、ー、るは真ん中とお逆サイドなんだけども、えー、ここでね ファインバックだからこういう、ねえー、ことが起きてるんだけども、えー、コスタリカのミッドフィルダーはですね、えー、比較的ボールサイドに寄ってますしそれからファインバックでも人数使っちゃってるんでここ人数少ないですよね中央の危ない地域なのに比較的人数が少ないそれからトップのねワントップも1人しか残せないんでプレッシャーがねボールにプレッシャーかけづらいと。 いうことがあります。これを利用してね、えー、どういう攻撃ができるかですよね。日本代表は。うん、あのー、このような攻撃をね、何回も見ました。縦がね、ちょっと良くないなってことで戻されたボールをーすぐに、えー、逆サイドのセンターばっかりは、えー、ボランチに当ててですね、ここでもうね、えー、時間を置かずにここに。 縦パスを送り込むとここからここですねはいロングの縦のパスこれをですねフォワードに送るということですえー、まあこれによってここである程度キープしてですね、えー、サポートに来た人に、えー、ボールを渡しで、えー、ここを攻めるということですね中央逆サイドを攻めるということです はい、で、これはねあのー、コスタリカのこの特殊なねファイバックというディフェンスだからできるんであっていつでもねできるとは思いませんけどもとにかく、えー、この前はね、えー、きちっとできてねいやーよかったですねうん、日本代表にはなかなかね珍しいようなあのー、ことなんですけどもでもですねうん、 まあこういう局面ならこれしかないよねというね、えー、そういうことでしたはいえー、これはねどこがいいのかというとまず、えー、このサイ、えー、センターバックからサイドのボールサイドの人に入れようとするでこの4人をね引きつけてるわけねサイドに、うん、でこっからねここにパスすることもできますけども当然ねできますけども それは、ね、読まれてる可能性もあるとパスのアングルがない可能性もあるわけね、はい、ですからあ逆サイドのセンターバックでミドボ、えー、ランチに渡してそこから時間を置かずに縦スパッと入れると、うんえーまあ、ロングのね、えー、精度のある、えー、縦パスなんだけども、うん、いやこれはね なんてんていうですか、ね、よかったよねとにかくうんあのこう意味のない縦パスじゃなくてねこれしかないよっていうねそういう,うパスですよねはいえー、まあもしねあのここに人をね配置するとですねここにスペースが空いてしまうんでまあ誰か 日本選手にパスすればいいだけだから、はい、ですから、えー、ワントップのフォワードをですね、えー、それほどプレッシャーがかからないともしねワントップにプレッシャーかけると逆サイドが開くわけだから、はい、というわけで、えー、まあ,あの逆サイド開くというよりは中央ドリブルでもいいわけだよね早い話がですからこの2人はどうしても えー、スペースを埋めるようなそういうポジションじゃないといけないと、うん、当然ドリブルしてくればあるいはショートパスでくれば、えー、引っかかりますけどもロングの縦パスですから、うん、これなら通るわけねはい人間がね走る速度じゃないんで、えー、ロングの縦パスならばこの狭い地域を通すことができるとうん まさにねこれしかないというね。はい、で、えー、まあ当然このねあのーえー、最終ラインがカバーに来れば、えー、スルーパスを狙うということもあるんでしょうけどもまあこれはね、うんまあ、可能性だけですけども。はいはい、というわけで、えー、このねサイドが無理な時は。あ この縦パスをですね、速い縦パスを送ると、うん、いうことがね、えー、この試合の、まあ、いい点というふうに思いました。はい、えー、まとめです。<laughs> えー、今回の、ねえー、コスタリカ戦は、えー、相手が、えー、ファインバックのような、ね、形をとってで、まあ、ラインもな、えー、結構高めであるということね。 あのまあ,あサイドがですね封じられた時は普通はカットインとかできるんだけどカットインするほどにまだラインは下げてないよね、うん。これカットインしてもあんまり意味ないわけですからもっと深い時にカットインするとシュートまでいけるわけだけどね、はい、まずラインを高く設定されてるんで難しいということです。 まあ,あの、この高いラインの裏を狙うというね、えー、やり方をやりましたけどもね日本代表も、うんえー、まあこういう時どうするんだっていうことねこのサイドの人数をかけられて守られた時にどうするんだっていうねで中央逆サイドもそれほど、えー、時間がない時にねこれは早い縦パスを送ってここでえー が、ポストプレーをするんだと、うん、いうことですね。はい。えー、まあね。あのー、普通のね。アジアのチームだとですね。こういう風にはならないんですよね。うん、普通のアジアのチームだと、この縦を4人で守ってくることはやるんですけど、もっとね。ズルズルとラインが下がって守ってくるわけね。うん。ただ、なんとかやりようがあるんだけども。 高いラインでね、こう、守られてしまうんで、うーなかなかね、あの難しい状況だったと思います。うん、まあ、コスタリカはね、ちょっと強かったよね、うん、得点こそね、3対1ということでしたけども、いやー、強いね、うん、はい、そう思いました。